こんばんは、かんだまです。本日は簡単にサラダを作ります。はい、もう用意してあるサニーレタスをお皿にドン、やばい、大量。そして、もう茹でてあるブロッコリーとしめじをドン、やばい、大量。からの本日の目玉でございます。こちら、私が最近ハマっているセブンイレブンのサラダサーモン。これがめっちゃ美味しいの。サラダチキンに飽きた方は、ぜひこれね、タンパク質が驚異の 12.8。まあ、脂質が 8.0、炭水化物が 1.0。美味しいよ、これ。乗せまーす。最後は、あ、茹で卵なんだけど、すっごいまだ温泉卵状態だったかもしれない。ミスったかも。まあ、いっか。もし温泉卵状態でもごめんなさい。あ、平気だった。うん、熱い。はい、完成。それではいただきまーす。本日はノンアルビール。こう激しめに入れてもノンアルは泡が立ちにくいっていうね。はい、いただきまーす。うまっ。はい、では雑なサラダです。いただきます。まずはブロッコリー、でかっ。うまっ。キャッケ。うん、うまっ。腹筋はですね、全然割れてなくって、全然割れてなくってって堂々っていうのもあれなんだけど、今本当に会社で自分の勝負時なのから、ちょっとそれが終わるまでは仕事に集中したいなと思って、上田さんにちょっと食事とかもゆるーくしてもらってます。うん、うまっ。うん、何喋ろっかな、なんだろうな。あー、ヤバタン、今日頭全然回んない。チョコレートが食べたい。やばいな、やばい言ってたらやばくなるから、やばくはないな。女子力について話すのも飽きたしな。逆に男子力ってなんだろうね。男子力って聞かなくない？男子力って何？女性が男性に求めるものってことでしょ。まあリードしてほしいとか、優しく扱ってほしい、適当にしないで。女性が求める男子力ランキング、10位時に怒ってくれる、9位食べっぷり飲みっぷりがいい、8位聞き上手話がうまい、7経済力がある、6力持ち体格がいい、5清潔感がある、4トラブルにも冷静に対応できる、3女性をリードできる、2大人な対応ができる、1位包容力がある。だって、へー、まあ確かにな、トラブルにも冷静に対応する姿を見ると結構キュンキュンするかもしれないよね。女性をリードできるって、でもこれって経験がものを言うっていうかさ、経験がないと女性をなかなかリード、あと自信か、自信がないとできないよね。自信が全部関わってくる気がする。上位3つは包容力と大人な対応と女性をリードって。なるほどね、なんか女子力とはなんか全然違うね。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。